特行生とは、古代の学生で、各学科において、一般学生よりも高度な学問、技術の習得を求められた、特待生身分のことで、大学寮、転訳寮、音量寮に設置された上級のコースである。天平2年3月、大上官は、以下のような創上を行った。大学に在籍する学生の中には、年月を経ても、 学業を学ぶことが先泊なもの、高額なのに、家が貧しくて、学習を十分に払えない者も,もいるので、望み受け博は、正式総計にして、芸業優長なる者、十人、以下五人以上の専名学問に、詳しきを選び、全期優を加えむことを。なおて、夏、冬の服、合わせて、食料を、賜物は、無として、大学寮に、妙業堂四人。 文章道二人、病房道二人、三、道二人の獲得行政が選ばれた。同じ創場では、諸博士が高齢で老衰してきたことから学業を更新に教授することになり、吉田信、大津久美、南馬清成、山口太樹、渋、石村、千三達儀らが、自腹、食料は、大学生になずらえて、温病医術に、それぞれ三人、陽、小読みに、 各二人の弟子をとって学ばせるようにと命ぜられている。これにより、音苗寮に、音苗堂天文堂歴道の各特行生、天役寮に異特行生が設置されている。ここで重要なのは、大学の特行生は、成績優秀な学生を推挙するためであり、音苗寮、天役寮の場合は、後継者育成のためと、目的が異なっている。ただし、共に、 式武将志向の皇居に対応するものではなかった。以後、記念特行生、上は12年以前には、太財府特行生も設置され、一定期間の修学後、試験により修了を認定されて、角度の教官その他の専門の官職に就いた。この間に、特行生は、式武将の皇居受験コースとみなされるようになった。演技13年には、皇居受験は、 特業性を原則とすることになり、特業性味と呼ばれ、この詩自体が専門の学者になるための過程とされるようになった、という。文章特業性が室町初期まで存続した以外は平安後期に消滅した。ありがとうございます。